でも、しんのすけの場合。てか、博士にはバレんかったんか？これは、よしこお姉さんを救ったり、ご褒美にチョコビをもらうためだったりするのです。目標が小さい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんか、今まで中におらんかった三郎さん、お話聞いてみよう。カンタムロボ大活躍だったね。虫や魚の写真を集めてるんだって？写真じゃなくて、オラのカメラ、絵が出るぞ。どこで知ったんだ、それ。その情報。みんな恐竜とロボットが戦ってた、なんて言ってるけど、一体何のこと？さてと、今日も頑張って働いてますよ。あ、炊飯器のタイマーセットしたっけ？知らないよ。見て。ちゃんと確認して。今日は平日なのに、パパったら、昨晩遅くまで飲んでたみたいなのよね。だからどうやって怒ればいいか考えてるの。聞いてくれる？まず普通に怒るなら。理由を問い詰めるなら。あなた。そして思いっきり怒るなら。あなた。変化が、いろんな変化系があるんすね。ちょ、とりあえずさ、いっぱい新しい虫と魚をゲットしたけん、それをちょっと新聞社にね、持っていこうかと思うんですが。まだおるよね。おそらく。おいし。来たよ、来たよ。違う。どうぞ。今日はどんな記事ができた？見て見て。これは歴史に残る大スクープだ。いい感じ。すごいぞ、しんのすけくん。これ新しいよね。新しいよね。しんのすけ記者の記事による新規契約数は456人。お小遣い170円をもらった。ありがとうございます。やったやった。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。てか、あれやんね。しんのすけくんも、ちょっと、我が新聞社の発展のため、記事になったらめちゃくちゃ人増えるよね。頑張ってくれたまえ。新しい記事。変わってない。全然変わってない。今、あとどれぐらいかな。新聞社の状況はこんな感じ。本日の新規契約者数1033人。新聞が大躍進。イエーイ、やったね。売上がすっごい伸びてるよ。大活躍だね、しんちゃん。今が3393人。おー、4000まであとちょっとやない？いい感じ、いい感じ。今のペースでいけばいい感じよ。と、目標。目標、目標。あれ、目標はこれ。違うな。これか。あとは？どれがいけそう？目指せ昆虫博士。難しそうやな。普通に難しそうやな。あと。いや、難しいね。普通に難しいね。野山で全ての種類を探し出す。あと1個やけど。あ、出前を3回伝える。これもあるんか。え、てか、ラーメンだけじゃないんやね、パターン。初めて知ったよ。え、めっちゃ初めて知ったんですけど。いろいろあるんだな。すべての看板を調べる。すべての階段を通る。すべての橋を通る。え、もう、まだ行ける場所ある？わからん。全くわからん。大変そうやな。え、全体的に、大変そうだな。あれ、迎えに来てくれた？白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ？白は賢いから。もう道も完璧に覚えとんよね、きっと。いただきます。いただきます。我が社はしんのすけ記者の活躍で、大幅に発行部数が増えたんだ。でかしたぞ、しんのすけ。おめでとう、しんちゃん。増えた発行部数に見合うよう、新聞の名前も新しくしたよ。新しい名前は、麻生ワールドニュース。これで我が社は幼稚園児が作ってる新聞としては、
日本最大になったぞ。すごすぎる。まあ、なんて素敵なことなの？よかったな、しんのすけ。みんななんか受け止め方がすごく普通。もっと感動するところじゃない？しぽーい、シュシュポポ、シュシュポポ。いい夕日だな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結局、カンタムロボは負けてしまったようだけど、でも、ティラノーンがおとなしくなったので、結局薬局大成功ね。しんちゃん、えらいえらい。ふうふう。か、ちょっと変わったことがあっても特にみんな驚かんね。結局薬局って10年ぶりくらいに聞いたよ。私は20年ぶりくらいかな。そんな昔からいい夜んや。がっくし。というわけで、しんのすけの計画は大成功。カンタムロボ？でも、しんのすけの場合。てか、博士にはバレんかったんか？これは、よしこお姉さんを救ったり、ご褒美にチョコビをもらうためだったりするのです。目標が小さい。ほーい。ま、子供って感じやね。今日もいい湯だ。ひまちゃんがおるときとおらんときがあるのはなんなんやろうね。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから。声をかけてね。クイクイかけたぞ。さあ、ちょっとヒロシたちのお話を。夜もここで働いているのかって？今、明日の仕込みをやってるのよ。ほうほう、星の足取りはつかめましたかな？それは仕込みじゃなくて聞き込み。私がやってるのは仕込みよ。明日の料理の準備のこと。大変そうだな。さてと、今日はぐっすり眠るぞ。寝室は2階だから怖いのが来ても大丈夫。何怖いのって。多分幽霊とかなら2階とか関係ないと思うけど。キャップはキャップ？なんでキャップ？キャップというのはキャプテンのこと。つまり新聞社のまとめ役さ。でも実はここだけの話だけど、もう一つ意味がある。こうやって夜、寝る前に飲むお酒のことを、ナイトキャップって言うんだ。初めて知った。だからキャップ。ここだけの秘密だよ。なぜ秘密？わからんけど。別にいいんじゃないっすか？2階行ってみよう、2階。また新たな発見がね、あるかもしれんけん。踏み台が置いてあります。しんのすけは、それを使って、ドアを開けることができました。よし、今週も。忍び込み。でも特になんもない気がするけどなぁ。この辺は一緒なんかどうかもよく覚えてないんやけど、青肌トンボ。ベニボタル。わからない。靴履き鉢。見たことないような気もする。有明シラウオ。ヤリタナゴ。ヤリタナゴ聞いたことある気がするな。タウナギ。ウナギなのにウナギじゃない？どういうことや。どういうことなんや。ん？なんか戸開いとる。え？開いてなかったよね。開いとったっけ？あれ？ドアが開いてる。中へ入れるようですよ。おー、やったー。やっぱ入れんとこやったんや。新たな発見。入ります。キャップの部屋や。キャップ室やって。でも何も調べれるようなもの。目撃情報メモ書き。小石ツバメシジミ。早朝の圧送トンネル付近で目撃情報あり。この辺りに餌の新進欄があるのだろうか。圧送トンネルってどこだ？目撃情報メモ書き。日本バラタナゴ。空き家前の雪で稀に釣れることがあるようだ。地方名が多く、この辺りではビンタと呼ばれている。目撃情報メモ書き。朽木コオロギ。夕方の駅裏の小道、樹皮の隙間で目撃。沿岸から山間部に移動してきたのだろうか。姉妹と同じやね、しおること。みんな一緒やね。水色のタオルケットがしわくちゃんのままになっている。ちゃんと整えないと。ん？こっから。
同じとこ？鍵がかかっていて開かない。ああ、この先には行けないのか。ここは川？特に新たな発見。まあ、情報があったっていうことかな。新たな虫たちの。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。寝ましょうか。キャップの意味はナイトキャップ。寝る前に飲むお酒のことだ。お酒がないと困るのかな？うまいね、なんか。ベランダの謎のドアが開いたよ。新しい探検の始まりだ。始まるほど何もないけど。何もなかったけど。で、これをキャップに提出するんやろ？おいーってなるやん。あら。意外に可愛い寝顔してるな。またしてもララコちゃんに戻った。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやなんかね、キャップの部屋は開いたけど、その奥にもなんか行けそうな鍵が閉まっとるところがあるけど、あっこもまたさらにいつか開くのか？え？何週目まであるん？ 4 週？次の週もまたある？わからんけど、いつ開くんやろ、あれは。